オンラインで広がる新たな出会い、新たな戦場、等身大の宇宙世紀がここにある。プレイステーション3専用、基本無料のガンダムオンラインバトルアクション、機動戦士ガンダムバトルオペレーション。オンライン上で展開される地球連邦軍とジオン公国軍の壮絶な戦い、最大6対6で行われる迫力のバトルが今始まる。ネットワークに接続されたプレイステーション3があれば、いつでも誰でもすぐに戦場へ出撃することができる。兵士たちよ、愛機とともに宇宙世紀の戦場を駆け巡れ。ゲームの基本ルールは、制限時間内に敵軍より多くスコアを稼ぐこと。スコアは敵軍のモビルスーツやパイロットの撃破、敵拠点の破壊などによって加算されていく。チームワークを駆使し、仲間と共に勝利を目指せ。機動戦士ガンダムバトルオペレーションには、さまざまなモビルスーツが登場する。そしてモビルスーツは汎用、格闘、支援の3つのタイプのいずれかに分類される。汎用型モビルスーツは状況に応じて戦い方を変えることができるオールラウンダーだ。格闘型モビルスーツはビームサーベルやヒートホークといった近距離用武器の使用を得意とするパワータイプ。支援型モビルスーツは後方から味方を援護することに適している遠距離支援タイプだ。このように各タイプともに特徴を持ち、同時に3組の関係になっている。チーム編成時のバランスの検討が非常に重要となってくるのだ。戦場を左右するのはモビルスーツだけではない。状況に応じて生身のパイロットとして戦うことで、臨機応変な戦術の展開が可能だ。パイロット時には手にしたライフルやバズーカで戦うことも、戦闘車両に搭乗して戦うこともできる。リペアツールを使用することで、損傷したモビルスーツや拠点を回復することも可能だ。さらに敵拠点を一撃で破壊できる爆弾設置や解除も、パイロットにしかできない大きな特徴だ。拠点の破壊は一気に高得点を得られるため、戦局を左右する重要なポイントになるだろう。戦闘後には様々な報酬を手にすることができる。階級ポイントはプレイヤーの階級を上げるために必要なポイントだ。階級が上がると新たなモビルスーツの使用や強化の幅が広がる。設計図は必要な数を集めることで、新たなモビルスーツや武器を開発することができる。開発ポイントは設計図が集まったモビルスーツの開発や機体の強化を行うために必要なポイントだ。戦闘報酬を手に入れて、モビルスーツや武器などを入手、強化し、次の戦いに備えろ。モビルスーツやパイロットスーツのカラーリングは自由にカスタマイズすることができる。状況に合わせた効果的な配色から敵をおびき寄せる奇抜な配色まで、自分だけのオリジナルカラーで戦場を駆け巡れ。機動戦士ガンダムバトルオペレーションには、いくつかの課金アイテムが用意されている。戦場に出撃する際に使用する出撃エネルギーは、時間に応じて回復する地球エネルギーの他に備蓄エネルギーが用意されている。備蓄エネルギーを購入して使用することで、連続した戦闘が可能になる。戦闘報酬をより効率的に得るためのブーストアイテムを使用すると、従来よりも多くの戦闘報酬を得ることができる。モビルスーツのレベルを一定以上に強化するリミット解除は、モビルスーツ、武器、カスタムパーツの上限を超えた強化を可能にする。これらの課金アイテムを活用して、ライバルたちに差をつける。さあ、リアルな宇宙世紀を戦え。
機動戦士ガンダムバトルオペレーション2012年6月28日開戦。